よ。なんで今日来てたの？え、何が？今日内定式来てたよね。どういうことよ。しかも内定者懇親会の幹事までやるっておかしくない？何がおかしいの？私も内定してるんだからおかしくないよね。いやいや、おかしいでしょ。あんた面接の時も試験の時もいなかったじゃない。内定なんて取れてるわけないし。別日程で試験を受けたのよ。はぁ？嘘でしょ、そんなの。そんなのないってわかってるし。アリサ、何が言いたいの？今日だって内定式に私が出席してたのを見たでしょ？それなら内定してるってわからない？絶対おかしいでしょ。あんたのことは前から気に食わなかったのよね。やたらとお高く止まってるっていうか、調子に乗ってるよね、見た目からして。意味がわからないんだけど、大学でだってそんなに一緒なわけでもないし、サークルでたまに会うくらいじゃない。なんでわざわざそんなに噛みついてくるの？腑に落ちないからよ。私は必死で内定取ったのに、なんであんたはこっそり受けてるの？こっそり受けてたわけじゃないけど、同じサークルだっていうだけで、ほとんど関わったこともないアリサに言う必要ある？アリサみたいに SNS で拡散するのも良くないと思うし、そういう言い方も感じ悪いよね。私のことバカにしてるんでしょ？バカにしてないって、自分とは違うってこと。私は SNS とかあまり好きじゃないから、そういうとこだよ、友達少ない理由。そうかな。でも困ってないから大丈夫。まあいろいろ誤解はあったみたいだけど、これから同じ会社で新入社員として入社して働くんだし、仲良くしてくれたら嬉しい。仲良くとか無理。他にもたくさん内定者いるし、私はもう結構友達できたんだよね。だからあんたと大学が一緒だっていうだけの理由でわざわざつるむ必要はないんだよ。そっか、残念。でもそれでも仕方ないよね。アリサの自由です。だけどそれなら、私にはやたらと絡んでこないでくれる？この年齢になって嫌がらせ受けたりするのも面倒だし、会社では仕事にも差し支えるから、やめてください。そういう態度も上からって感じてムカつくんだよね。あんたが内定者の懇親会の幹事なのも納得いかないし、まるであんたが一番優秀みたいじゃん？そこまで深く考える必要ないと思うよ。幹事って言ってもそんな大したもんじゃないし、会社の人に依頼されたから引き受けただけだから、なんであんたに依頼するわけ？私が一番優秀に決まってるのに。そういうところが納得いかないのよね。考えすぎだと思います。私たち合わないんだとしたら、他に40人以上新入社員入るんだし、関わらないのが一番じゃないかな。私だって関わりたくないのに、なんで同じ会社なのよ。そんなこと言われても、とにかく私はアリサに対して悪い気持ちはないし、仲良くしてくれるなら嬉しいってことだよ。どういうつもり？何が？私のことを内定者のグループラインから外したよね。わざわざそんなことしてどうしたいの？自分の立場を思い知らせてやろうと思ってね。立場って？何が言いたいのかわからない。私にはそんなことだってできるんだってこと。周りだって私に従ってるし、誰が一番偉いのかわかった？偉いとか偉くないとかないでしょ。みんなただの同期なんだから、わざわざ自分が偉いっていう必要性を感じないけど、それに私が仲良くなった子たちにも何か言った？みんな私が言ったことをすぐ信じたわよ。あんたがそれほど支持を得てなかったってことがわかるわね。支持？一体何が言いたいのよ。私はそんなもの求めてないんですけど。大学では周りに一目置かれて偉そうにしてるでしょ？会社に入ってからはそんなの通用しないってこと。大学と社会人は違うんだって分かった？大学でもそんなつもりないし、私がいろいろ大学でやらかしてるとか嘘の噂流してるけど、そこまですることなかったんじゃない？それくらいで人が離れていくんだったら、自分の人望もその程度のレベルだったってことでしょ？その程度って、人望なんて求めてないし、わざわざ貶める必要もないじゃん。どんだけ一番になりたいの？なりたいんじゃなくて一番なんだよ。私以外の人間は注目なんて集めなくていいの。自己中すぎてびっくりするわ。私もそろそろ我慢の限界だよ。いい加減にしてください。これ以上はもうやめてね。私を怒らせない方がいいわよ。あ、連絡し忘れてたけど、今日は誰もそっちに行かないから。え、どういうこと？会場はもう予約してあったんだけど、誰も来てないのはアリサの仕業？また何か仕組んだの？あー、やっぱりそっちに行ったんだ。一人で祝ってろ。一人でって何？どういうこと？悪いけど、全員でドタキャンします。全員でドタキャンって、また情報操作でもしたの？こんなことしていいと思ってる？情報操作してもしなくても、今盛り上がってるんだからいいでしょ。あんたが幹事やるより私がやった方が盛り上がる。それが事実ってことだよ。盛り上がるために
ために懇親会が企画されたと思う？他に何の理由があるのよ。仲間で仲良く親睦を深めるためでしょ。あんたは残念ながら仲間には入れてあげられないけどね。じゃあ誰もこっちには来るつもりないってことだね。誰が行くか。内定懇親会なら別の店で50人で超盛り上がってるよ。内定も取れてないあんたと祝うわけないし、支払いだけ任せた。じゃ、全員内定取り消して。え？私をのけものにして勝ち誇ってるみたいだけどさ、自分が何をしたのかよく考えた方がいいかもね。内定取り消しとか意味不明なんですけど、そんなのあんたの判断じゃないし。そうだね。私の判断じゃないけど、私の父がそう判断したらありえるかもね。え？言い忘れてたんだけどさ、私はみんなの内定先の会社の社長令嬢なんだよね。は？社長令嬢？何言ってんの？どういうこと？それに今日の懇親会って別に私の企画じゃないし、会社の人に頼まれて店を予約しただけで、もちろん会社の先輩、上司、社長も参加してる。え？ちゃんとお知らせにも書いたつもりだったんだけど、あんたの情報操作で騙されちゃったのかな、みんな。全員内定取り消しの可能性もあるけど、大丈夫？ちょっと待って、何の冗談？冗談でも何でもないんですけど、私が冗談言うメリットないよね。え、もしかして本気で言ってる？かよが社長令嬢？それって、やばくない？まあみんなやばいんじゃない？一応他の人に伝えたから、ちゃんと連絡が伝わるといいんだけど。え、やばい、みんな慌てて出て行ってる。この店の支払いどうなるの？やばくない？みんな私を置いて出て行こうとしてるんだけど。まあそれが普通の反応だと思うけど、アリサが言ったことのせいでそうなっちゃってるわけだし。私が悪いって言うの？確実にそうだよね。勝手に私のことを目の敵にして、ライバル視して、私の悪口や、あることないこと広めた挙句に、懇親会のことまで嘘ついて、私の予約した方をドタキャンさせて、どうなると思ってたんですか？だって、カヨが調子に乗ってるのかと思って、幹事になって偉そうにって思って、何言ってるのかわかんないけど、会社の人に頼まれただけだって前にも説明したよね。それに面接が別の日だったのも事実だよ。父が入ると客観的に見られないからずらしてもらったの。でも試験もちゃんと受けて内定もらったんだけど、そういうことだったなんて知らなかったし、私が悪いみたいに言わないでよ。私は知らなかっただけなの。知らなくてもやっていいことと悪いこと、そんな判断くらいできる大人になろうね。やりすぎちゃったかもしれないけど、悪意はなかったの。わかるでしょ。いや、わかりたいとも思わないけどね。他のみんなは内定取り消されないといいね。他のみんなはって何？私はどうなるの？まさか本当に内定取り消しとかじゃないよね。取り消しだと思うよ。残念だったね。また就活頑張って。嘘だよね。私の内定取り消しとかやめてよね。私はこれまで必死に勉強してきたのよ。この企業に入るために努力してきたのに。努力してきたのはわかるけどさ、内定情報とか会社の情報 SNS で垂れ流しはまずいよね。え？前から言ってたでしょ。そういうの良くないと思うよって。会社関係者の人も見つけちゃったみたいだね。社外秘の情報まで SNS に載せちゃってたし、今回のことがなくても内定取り消しだったと思うよ。嘘？本当に？そういう情報を拡散する意図はなかったんだけど。そこは深く考えた方が良かったかもね。余計なことばっかり深く考えてたみたいだけどさ、今回のことも協調性のなさと評価されるだろうし、どっちにしてもアリサの内定は取り消しでしょうね。やりすぎちゃったみたいだね。ごめんなさい。謝るから許してください。私に謝られても困るんだけど、私は関係ないし。関係ないことないよね。カイは社長令嬢なんでしょ。社長にお願いしてくれればいいだけじゃない。私の内定取り消さないでってお願いしてよ。私たち友達でしょ。友達？いつから？いつからって何よ。同じ大学で同じサークルなんだから友達じゃん。100人以上いるサークルでしょ。今さら友達ぶられても、手のひら返してきたとしても遅いんだよ。っていうか、私が許したとしても人事が許さないと思いますよ。あ、あとその会場の料金も自腹だろうから、きついね。これって会社負担じゃないの？なんで私が自腹で？それは正式の懇親会じゃないし、会社が払う必要ないでしょ。こっちの懇親会は会社が負担してますよ、もちろん。今次々と内定者たちが戻ってきて、上長たちに謝罪してるよ。やばい、私も行かなきゃ。だから払わないと来られないでしょ。っていうか来なくていいよ。内定取り消しになるんだし。そんなの無理。これから行くから。内定取り消されたくない。まあせいぜい頑張ってください。その会場も一人で使えるみたいだし、せっかくだから一人で祝えば。
慌てて会場を後にしようとしたアリサさんでしたが、もちろん会場スタッフに止められて、キャンセル料も全額請求されて自腹で支払うことに。アリサさんは手のひらを返してカヨさんにすり寄り、なんとか内定をもらおうとしたようですが、カヨさんには相手にしてもらうこともできず、周りの内定者には冷たい目で見られるだけだったのだとか。さらにその後、正式に内定取り消しの連絡が来て、2位と決定で絶望したんだそうですよ。仲間だと思っていた内定者たちにもブロックされ、自分だけ無職になってしまったアリサさんなのでした。残念ですが、自業自得な結果ですね。